企連名。加盟国は195カ国。会長はアルカジード・ボルコービチ。ファイドは世界チェス選手権及びチェスオリンピアードの開催のほかに選手の色レーティングの計算、チェス規則の制定、チェスプロブレム作品集の定期的観光を行っている。また同時にグランドマスター、インターナショナルマスター、ファイド、マスターキャンデ,ィデートマスターの称号、 同じく女性限定の称号、国際審判など、運営面での称号、プロブレムやエチュードの創作や、回答の分野でのマスターグランドマスターの称号など、様々な称号の授与も実施している。ファイドは、世界選手権だけでなく、女性世界選手権、世界ジュニアチェス選手権、大陸別選手権、チェスオリンピアードを主催している。 ファイドがこれ以外の大会を直接に運営することは少ないが他のトップレベルの大会もほぼ例外なくファイドのルールや諸規則を尊重して行われている。回避未納の国の会員資格は一時的に停止される。設立当初ファイドの力は弱かった。スと政治が密接に結びついていると見ていたソビエト連邦が非政治的な組織であるファイドに加盟しなかったことが大きかった。 しかし当時の世界チャンピオン、アレクサンドル・アレヒンが1946年に死去したことで状況は変わった。ファイドは後継チャンピオンを決める大会を開催することにし、ソビエト連邦もこれに関わるべく、ファイドに加盟した。その最初の1948年の大会から1993年まで、ファイドはチスの世界チャンピオンを決定する唯一の組織体であった。 しかし、世界選手権について、大きな議論が起きることもあった。1975年には、アナトリー・カルポフの挑戦を受けるチャンピオン、ボビー・フィッシャーの要求すべては受け入れがたいとして拒否、フィッシャーがタイトルを返上した。また、1984年には、カルポフと、ガルリカ・カスパロフとのマッチがあまりに長期化したため、ファイド会長、フロレンシオ・カンポマネスがこれを無勝負として中止した。 最大の問題が起こったのは1993年であった。当時のチャンピオン、カスパロフと挑戦者、ナイジェル・ショートは、ファイドとタモトは勝ち、新たに設立されたプロチェス協会の主催でタイトルマッチを行った。これに対してファイドは別の二人による選手権マッチを行って、世界チャンピオンを決定した。その時から14年間にわたり、二人の世界チャンピオンが、 並立することになった。数とは、ファイドの日ごかにあるものもう一人は、伝統的な前チャンピオンを、マッチで破ったものである。この間ファイドは1998年から2004年まで、短い持ち時間のノックアウト方式の大会で、チャンピオンを決定したが、この制度変更も、大きな議論を呼んだ。また2004年の大会が、リビアで行われたことも議論を呼んだ。 2002年のいわゆるプラハ合意から2005年までファイドは合意の内容を実現できなかった。2007年現在世界選手権の制度はまだ不安定な状態にありこの点でファイドはプロチェス協会や各選手から批判されている。1999年ファイドは国際オリンピック委員会に国際競技連盟として承認された。その2年後チェスに IOC の 反薬物規則を導入した。ファイドはチェスをオリンピックの開催競技にしたいと表明している。2013年現在これは実現していない。ありがとうございます。